どうも、リキさん。どうも。あれ持ってきてくれました。今日はね、はい、あのエーコンズで販売する T シャツをご紹介しようと。ついにですね。ついに。ちょっと催促があったという噂もありますね。ありますか。はい、ということで、はい、まあ、ちょっと紹介していこうかなと。今日は T シャツですね。はい。はい、じゃあ、あれですか、ちょっと軽く一着ずつ説明を。そうですね。もらって、まあ、そんな大してないんで、あ、まあまあ、ね、20着ぐらいなんで、はい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 、ちょっと一品一品見ていこうかなと。はい、じゃあ1品目、1着目 The Rhythm Got Me、 はい、 I sang with RIGGY、 はい、まあ電話番号も書いてあるんでね。そうですね。これ僕全然内容わからないんで、この、はい、電話して問い合わせていただければそうですね、どんな T シャツか分かると思うんですけど、アメリカなのかな。そうでしょうね。そうでしょうね。まあ絶対楽しい場所ですよね。そうですね。なんかジャズっぽいのかなみたいな。違うの、カラオケなのかな、分かんないけど、はい、まあいいですね、はい、こちらは、はい、90年代の T シャツになってます。ジャージーズのタグが見えますね。そう、ちゃんとメイドイン USA なんです。いいですね。基本的にメイドイン USA のものを中心に選んでいて、はい、あとサイズもなるべく大きめ。こちらも XL なんで。はい、はい、後ろは何もありません。無地ですね。はい、はい、でシングルステッチとなっております。シングルステッチ、はい、90年代ぐらいまではこの袖の部分がね、はい、うん、シングルステッチなんですよ。それ以降は2本、2本入ってる、ね、はい。それと脇は、シーマルですか、丸胴ですか。あ、これ丸胴かもね。あ、丸胴ですね。丸胴です、はい、いいですね。アメリカ感ありますね。というただの古着の T シャツです、はい、何のこう歴史も何の背景もない、ただただなめちゃん曰くカラオケ屋さんの T シャツ次こちらも、はい、メイドイン USA かというと、こちらメイドイン USA ではございません、うん、なので最近のものですね、はい、はい、ステッチもダブルです。なるほど。これね、何ですか、この不吉な T シャツですね。わー、エヴァリシーズ666最近まあネットフリックスで、まあストレンジャーシングスなんかもね流行ってます、はい、なんかそんなちょっとオカルト感のある T シャツがちょっと可愛いんじゃないかなと思って買いました。こちらサイズは M になったり、なんかこういう 何が誰がどういう目的作ったのかなってのを考えるの楽しいですね。そうだよね、これなんかね、うん、なんかでもデザインはなんとなくこうちょっとねラフシモンズのようななるほど ね、 ね、なんか感じもしますよ。次3着目、タッチミーFor more information, ask me ということでね、インフォメーションセンターの、T シャツになってます。インフォメーションセンター、はい、どこのインフォメーションセンターか僕にも分かりませんが。なるほどね。何ですかね、これ。楽器レコード。なんかちょっとね、面白いですよね。PC。飛行機まで売ってますから。あ、本当ですね。いろんなもの売ってます。でもこのなんか何でもあり感がアメリカっぽくてまたいいですね。そうですね、このあと青、黄色、赤のこの三原色で印刷されてる感じとかもなんかベタベタでいいですよね。可愛、はい、い、こちらは、ね、メイドイン USA です、はい、スクリーンスターズベスト、うん、XL サイズになってます、ね、意外と黒でさ、こういうちょっと可愛い柄の T シャツで XL とかでメイドイン USA 探すの大変なんですよ。そうですね。なのでこれはとてもこう着やすい一着なんじゃないかなと思います。急に可愛い。可愛いよね。はい、面白いですね。あえて作んないもんね今、うん、絶対にね、うん、さすがのチョイスです、はい、次4着目、これね、これボブさんって知ってますいや僕は、ね、存じ上げない。あ、知らない、すいません。これね、なんだっけ、ボブロスさんってまあ、お絵かけする人なんですよ。ボブ・ロス、はい、はい、あ、これ番組名が今出てこないんでコメントに知ってる人もらいたいんですけど、はい、もう30分で風景をうまく描く方法みたいな、ほうほうほう、こう番組を毎回ワンテーマで絵を描いてなんかこう教えてくれるみたいな先生なんですよ、はい、でこのね、あ、この番組これ見たことあるなと思って、可愛いなと思って買っちゃったんですけど、これはね本当最近のものなんで、はい、同じ気持ちになる人がいっぱいいるってことでしょう。
同じ気持ちになる。だからあこの番組懐かしいみたいな。あ、まあ、日本で言ったらノッポさんみたいなもんですよ。はいはいはい、はい、じゃ あのネックにボブロスって書いてあるんですね。そうですね、ブランドっていうよりはボブロス、はい、このキャラティオフィシャルのこちら L サイズになってます。はい、次、はい、なんですかこれ、ビアーミーって書いてますね。ビールの銘柄ですかね、ギネス。ギネスじゃないね。なんて書いてあるんですか、わかんない。ホッケーって書いてあるな。ホッケーアリーナって書いてあるな。ここに NY って書いてありますからね。そうですね、まあ、ニューヨークのジェネシービール屋さんがやってる、まあ、ホッケーチームの T シャツと見るのかな、それともホッケーアリーナなのかな、はい、というこちらの T シャツ、全く出どころは分かりませんが、こちらはメイドイン USA のシングルステッチ、90年代の T シャツとなっています。貴重な XL サイズ。いろんなフォントがそうなってるのが可愛いですね。なんかまあね、うん、これ宣伝じゃなかったらこんな T シャツ作れないよね。そう、なかなかできない、ね、うちでこのフォント使うのとかになってきちゃいますもんね、うん、まあこの宣伝ならではのね、こう若干イージーなこのデザインがいいですね、はい、赤と青2色でプリントされててめちゃくちゃ可愛いですね、うん、このやれたボディの黒も炭黒みたいでいいですね。リブを太めでね、はい、はい、サウザンミス。サウザンミス、これ何でしょうか、うん、やっぱこれイーグルが飛んでます。なんかチームの T シャツなんですかね。ビッグイーグルズファン。なんでしょうね。なんでしょうね。これに関して言うと、僕あんま見たことないレッドオークっていう T シャツのブランドで、はい、こちらはメイドイン USA なんですね、うんうん、そしてこちらねダブルステッチなんで、うん、まあ、比較的最近なのにちゃんとメイドイン USA にこだわった T シャツなんじゃないか、うん、なんかもうでもいかにもスポーツ着って感じで、ね、うん、スタジアムに売ってそうなね。そうですね、はい、こういうちょっとダサいのも僕は着るの好きなんで、うん、どこのチームなのかどこの愛好会なのかなんだかわからないですけれども、はい、まあ、こういうの好きです僕、うん、次こちらもメイドイン USA ですね。こちらもあのゲームシャツですね。いわゆるホッケーティーみたいな、ホッケーですかね、だろう、まあ流行りましたよね、うん、これちょっと袖がトラみたいなねストライプになっているんですけど、ね、こちらはあのスミスさんという方が作ってましたね、絶対なんかちょっと外しにスポーティーな感じにモードなんかモードな感じにスポーティーな感じを乗せるときに結構便利なので、僕何着こういうの持ってます。かわいい。こちらは多分メイドインUSAじゃないんだろうな。はい、そうですね。2013年で書いてありますからね。結構最近の。そうですね。はい。ラグランの、うん、まあ野球の T シャツですね。10年以内の商品ですね。ベースボール。はい。なんでしょうね。チャレンジャー。チャレンジャー。ベタ。ウエストビューリトルリーグ。うん、すっごいベタな。そうですね。ね、リトルリーグなんですね。挑戦者。これね、結構あの、うん、地元ではね人気の。あ、そうなんですか。なぜならね、協賛がいっぱいついてます。本当だ。めちゃついてるじゃないですか。そうなのよ。みんな協賛しますね、スポーツに。そうですね。5000円ぐらいで入れられるのかな。どうなんでしょうね。ということでこちらもあの、はい、アダルトの L サイズになってます。はい。だからこれデザインがさもうなんだベタベタな感じが。そうですね。結構可愛いと思うんですよね。また僕それバッグがなかったらちょっと僕はスルーしちゃうかも僕も。バックプリントがそれ可愛い。あ、そうなんだ、僕はね。なめちゃんのポイントはね、はい、バックプリントでしたね。よかったです。はい、はい、次、はい、ゴッド・ザ・ネバー・エンディング・ストーリーということで、またなんか意味深ですね。オースティン・テキサス1988年の T シャツですね。なのでこちらはまあもちろんシングルステッチのメイドイン USA となってます。うん、まあ、地域のね宗教の T シャツなんでしょうか。そうですかね。そうですよね。クリスチャンのやつですかね。そうですね。なんかこういう、ね、地元の人いっぱい着てたんでしょうねこれね、うんうん、またジャージーズのボディですね。そうですね。こちらも XL になってます。コーン、これも着やすいんじゃないですかね、白一色で。うん、かわいい、はい、かわいいで着ていいのかどうかは皆さんの判断に任せます。はい、リーダーシップアカデミー、シンプル。こちらはメイドイン USA。 こち
ちらはダブルステッチの、メイドイン USA ですね。なのでまあ最近なのかもしれないですけども、どうですかこれ。ヨットクラブ系なのかな。そうですね。あ、98って書いてあるか。98年ですね。90年代ですね。20年前、まあ、ヨットクラブのリーダーシップアカデミー、まあうん、まあそういうことなんでしょうね、うん、胸にワンポイントで、ワンポイント後ろも特になく、まあ、一番シンプルで、うん、意外とこういうの探すと可愛いのないよね。それボディターンですか。ジャージーズ。これもジャージーズですね、タグはそう、はい、そうな、ヘビーウェイトブレンド、はい、コットン50、ポリ50。なんかね、このポリが入ったくたくた感、うん、僕すごい好きなんですよね、はい、なんで90年代の T シャツってね、僕すごい好きなんですね。次、はい、くまちゃんですね、はい、ベイバレージム、ジムナスティックジムですね。そうですね、こちらもメイドイン USA のシングルステッチ、はい、90年代以前のものになっていて、サイズは M サイズですね。どう考えてたんですかね、大人がこの T シャツを着ることに関してはね。これキャラクター、するマスコット、何マスコットですか。クマです。クマちゃんですね、はい、でもあの僕すげえさん、はい、ドルフィンクラブとか、はい、タンタラクラブ、はい、結構動物のキャラが多くて、あ、多いです確かに。オリジナルのまあ会員 T はこういう感じでしたね。確かに可愛いよ。可愛い、幸せ、いい、うん、なんかいいね、ほのぼのしちゃいます。そうです。次、アンダーザビッグトップ、はい、カブスカウトデイキャンプ。あ、これは1993年の、うん、トゥルーマンさんが着てたんでしょうね。トゥルーマンさんなんでしょうね。トゥルーマンさんって書いてあるんで、こちら XL メイドイン USA のシングルステッチ、90年代の T シャツになってます。多分みんな着てたんでしょうね、同じ T シャツを。まあそうでしょうね。まあだから何ですかこれは、あのデイキャンプって何ですか。カブスカウトっていうのはボーイスカウトみたいなもんなんですかね。ライオンをこう手なずけてるような、はい、そんな雰囲気ありますね。雰囲気ありますけど、これは何かこう何かの何ですかね、こう強いものの象徴として出てるだけで、別にライオンが参加してるものではなさそうな気がしますよね。なんか一瞬サーカスなのかなと思って思いましたけどね。でもなんかこうボーイスカウトとかそういうものみたいですね。なるほど。こちらね、1993年の T シャツになっています。はいはい、次。これなんか見覚えありますね。そう、これこの前ね、はい、あのワークマンの時に着てたんですけど、はいはい、これはあの全然最近の T シャツ、はい、ダブルステッチのメイドイン USA ではないですね、うん、こちらも XL です。これは何しろ俺ね、このね柄が可愛くて買っちゃったんです。そうですね、なんかポップでハッピーな感じが。そう、なんかこうディズニーみたいなね。確かに。こうキャラクターがこうプリントされてるんですけど、はい、だけどこのカラーリングはディズニーじゃないじゃん絶対。そうですね、ちょっとなんだろう、サイケデリックというかね、うん、なんかいいなと思って、これはもう柄だけで買いました。可愛いです。これなんだろう、ウエストウッズトレイルライダーズ。まあだからカウボーイ系ですね。カウボーイフィードって書いてありますからね。そうですね。いやこれも古そう。93って書いてますよ。あ、93年。はい、どうですか、オレンジ、オレンジの T シャツとかね、こう確かになかなか着る機会なんで、古着なんかで選ぶとやっぱいいですよね。こちらも XL。 30年前の T シャツちゃんとそのあるね、なんで取っておいたのに今更手放したのか聞きたいんですけどね。もうこんな、ね、プリントがかすれて、もうカウボーイなのかカウボーイじゃないのか分かんない、うん、ね、こちらもシングルステッチのメイドイン USA となっております。可愛いと思います。もちろんポリコンです。ポリコン、テロテロ、テロ、はい、はい、次、はい、ヘリテージアイランド。これね、僕調べたんですけど、はい、これなんかこういう施設があるのかなと思って調べたんですけどね、はい、見つからなかったんですよね。どこかにあるんだと思うんですよね。またスーベニアティー的なムードはありますか。ありますよね、これなんか ね、うん、だからどこかにあるんだろうけど、このね、僕はね、アイランドを見つけられなかったです。あ、どこかにあるあるんでしょうね。そうなんです、ね、どこかにあるこの子供がね、大好きな、うん、なんでしょうね、SL が走ってで、こうなんかなんでしょう、この運河のようなものが走ってね。イラストがかわいい。かわいいよね、この感じとか。かわいい。これはどこにあるんでしょうか。こちらもね、シングルステッチの、ポリコン
USA となっております。はいはい、あと2点こちらも L サイズ、うん、メイドイン USA のスクリーンスターズベストシングルステッチですね。はい、いやーこういうね、なんかアメリカらしいイラストの T シャツっていうのはやっぱ可愛いですよね。これだって今作ったらちょっとあざといでしょ。そうですね、絶対着ないでしょ。意味合いがちょっと出てきちゃいますね。そうでしょ、これなんか、はい、昔ただただこのスタッフのために作られた T シャツだからこんなイラストは着れますよ、うんうんうん、今このイラストの T シャツ僕着れないですもん、作られても。でもこれ着たい、うん、最後は最後ミッドウェスタンローデオですね。はい、こちらもメイドイン USA の、これね袖がちょっと特徴あってですね、はい、このね袖まではね、はい、実は二重になってて、はい、うん、あなるほど。でもね全然なんかウエスタン感ない生地なんですよね。迷彩柄とかそういう、いや何柄かも分かんない、なんかスイカみたいな柄よこれなんだろうねこの柄、まあ、ちょっとこうまくってね着るためにやったのかな。いやどうなんでしょうねこれ。それか買った人が自分で貼ったか。そんなことはないですね。ない。ちゃんとステッチかかってるんで。身につけられてる。はい。はい。ブランケットステッチみたいになってて、自分ではやらないですね。なんでそんな手をかけたのにこの簡素なプリントなんでしょうね。全然この袖のギミックとこのプリントが合ってないですよね。もう生地の重さがちょっと明らかに違いますもんね。そうだよね。袖もだから長めなのかなこれ、もしかしたら。そんなのも古着ならではですね。そうですね、もうこれ今となってはこの謎が解明することは一生ありませんから。うん、おそらくそうでしょう。ウィスコンシン州に行ったとしたって、はい、この関係者に会うためには、うん、並大抵の苦労では会えませんからね。そうですね、もうこの謎をね抱えたまま、はい、まあ、死ねる人に限りますよね。墓場までね持っていける人しか、はい、ね、タグもね全然見たことないタグでね、不思議なのよこれ。だから本当に不思議な T シャツなのね、うん、まあ、今回ね夏この17枚、はい、なんですけども、はい、結構一個一個思い入れを持って選んで、うん、買ってるの分かりました、うん、分かりました。これでも聞きたいのは、はい、こうリッキーさんこう大量にね、はい、ある古着からピックアップするわけでしょ、はい、こう直感ですか。直感ですね、うん、なんかどこかでなんでとか、はい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 、なんかこうみたいな、そういうちょっとこう、もう今だったらやらないなとか、なんかそこのこう今絶対作られなそうな T シャツを選んでますね。ツッコミどころのある、ね、そうそう、どこかでツッコミどころのあるところにちょっと愛を感じるというか、うんうんうん、パーフェクトじゃないというか、うん、この隙間にすごく愛を感じるというか、そういうものたちを選んでます。なんで感っていいですよね、そこに思いを馳せちゃうっていうかねそうそうなんてファッションってこういろいろみんなそれぞれ自分のファッションってスタイルあるじゃないですか、うん、それにこうハマりきらないというか、うん、どこかでちょっとこう余白の部分が生まれるのが古着のいいところだと思うんですよ。確かにパーフェクトじゃないんで、はい、まあ、そういうものをなるべく選ぶようにしてます。なるほど、わかりました。もうどれもね、でも一期一会と言いますか。そうですね、ないものですからね。なめちゃんが言った通りね、はい、もう一期一会なんで、はい、みんなで好かれる必要はないんですよ僕らは。そうですね、もう一人に愛されればいいわけですから、この人たちは。それこそが栄光ですからね。そうです、そうです、どんぐりくんたちですから。その人だけの価値があるものを提供するのが栄光図なので、うん、はい、たった一人ね、この YouTube を見た人の中でたった一人でいいんで、はい、この T シャツいいなと思った人がいたらね、うん、救出してもらえれば、救出ね、嬉しいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた。じゃあまた。で、チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、リッキーさん的には絶対してもらいたい。動画の高評価と絶対してもらいたい。グッドボタン押して絶対してもらいたい。じゃあ絶対行ってください。